明けましておめでとうございます。この1年、県民の皆様にとって素晴らしい年になりますようにお祈りいたします。さて、毎週お届けしている秋田県の広報番組秋田ビジョンプラスプラス、今回は秋田愛あふれるあの方をお招きしお話をお伺いいたします。新春秋田ビジョンプラスプラス、秋田愛を語る。秋田市出身の脚本家の内館牧子さんです。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。ところで、内館さんにとって昨年はね、はい、どんな年でしたか。そうですね、終わった人という小説が、ロングセラーになりまして、でそれによって、うん、なんとなくこれから先の方向性が少し見えてきたかなという気がしています。私はね、昨年はとにかく忙しかったですね、これ自業自得ですね、もうね、何でもね、秋田がね賑やかにすることはね、何でもやろうと。まあ、いろんなね、ビッグ大きなそのイベント、これをねどんどん誘致して、まあ小売人口の、ね、結びつけようという、まあ、その中で、まあ、比較的ね、まあ、昨年スポーツのね話題がね多かったです。例えばですね、もうこれ一昨年からやってますけども、モーグルのワールドカップ、はい、ブラブリッツサッカー、これもね非常にね、まあ活躍しましたし、まあ、BJ リーグのハピネス、はい、あれが B リーグということで ね、今年はねまた頑張ってもらいたい。またですね、マスターズというね、中年のね、中年たってねすごいですよね。大会が9月にあって、竹風、あ、大相撲、秋田場所でね、私が県民栄誉賞、これをですね、そうですね、話題になりましたね。お会いになったんですけども、そうですか、私竹風の相撲の取り口っていうのは、これからの秋田のね、方向性をね見せてる気がするんですよ。というのは、竹風っていうのは下から入って、下から押してってこう上、入ってきますよね。で、まわしを取らずに下から入って勝つっていう、相撲はね、竹風がずっと取っている相撲で、はっきり自分の型を持ってるんですね。だから下から入るっていう型を持っていて、寄り切らないで通算46回全部寄り切らないで勝った。で、私そうやって考えた時に、それを知った時に、ああこれ秋田っていうのも結局自分たちが持っている非常に大きな潜在能力をね、もっと磨くことで、もっともっと前に行けるなっていう気がしましたね。実は、はい、例の先生から、ね、秋田ランやろうよと、市町村のね、その活性化にもねつなげようということで、まあ1年目が秋田、2年目がね横手で、3年目が大館、来年はね、今年だ、小賀ですよ、小賀、で、あれは私すごくたまたま昔、秋田には、わずか戦後3ヶ月で駅伝を始めたっていうことがあった、それを聞いた時、私感動したんですね、わずか戦後3ヶ月ぐらいで、どこの県が走るかって。だけど秋田の人は米束なんぼでもあるから東京まで走れって言ったっていう、で、それを聞いて感動したら、なんか交通事情がどうたらで、やめたと、どうしてこういう大事なことをやめるんだろうって怒って、それで先駆けに書いたわけですよね。そしてあの時びっくりしたのは、あっという間に知事から本当に打てば響く速さで、再開しますって連絡があった時にすごく驚いたんですけど、あれは本当にうまくいきましたね。市町村対抗ってね、今25市町村って、まあ自分たちのね、いいもの、特産品だとか、物産だとか、これをね全部会場で、そうするとね、全ての25市町村が平等にね、PR できる。私思うに、あれをあのまま終わらせるんじゃなくて、例えば5年に1回でもいいから姉妹都市を呼んでくるとか、やがて10年に1回でもいいから全国版でやるとかして、でだんだんそれがこう秋田
ランっていうのが東京マラソンみたいにね、全国の人が目指すようになってくると、これもまた面白いなと思うんです。またヒントもらいました。私も秋田で生まれて秋田を愛してるものとして、今後知事はこの秋田をどういうふうにしていこうとお考えですか。ちょっとね、発想をね、やっぱり変えなきゃな。まあ、今までのね、秋田のね、農業だとか林業、あるいは地場産業、これをしっかりね、守りながらまた発展させていくって、これは当然です。ただなんかね、やっぱり今にしてみれば、今女性のね、活躍って言ってた、やっぱりこれがね、秋田はこの間まで、企業誘致、女性はどうするんだと、面白い会社あるんですよ、子連れ出勤が OK、っていうのはほら、はあ、いいですね、時間関係でしょ、すぐ隣に、ね、その託児車が、はあ、ね、あのガラス張りの、トータルとして一定の時間ねやればできますから、あとはね、やっぱり私思うんですよ、秋田はね、ほらおしゃれ県、そうですよね、そうするとね、やっぱりね、ファッションデザインとかね、あってもいいと思うんですね、で昔からね、例えば秋田南画のような美術、ね、工芸、こういうものもね非常に盛んだけども、こういう分野もね結構女性のね、働く場がねあるんですよ、なんかね、そういうものはみんな都会のもんだと思ってる。そうですね。でもローカルのね、秋田のその秋田美人がということはね、そのファッションだって ね、デザインがねあっていいんですよ。関係することで、例えば秋田は今知事がおっしゃった秋田美人だとか、お米、お酒、お祭り、いろんないいものがありますよね。でそういうものを私ね、もう一回ブラッシュアップして、一体どれが秋田の力なのか、例えば今日ここでやっているこの松下線にしても、これはあの若い水野さんが秋田美人をこの形にしたわけですよね、で多くの人たちがそれに協力してくれてこういう形になった。それはやっぱり秋田美人っていう他の県ではかなわない潜在能力をうまく生かしたっていうことになるんですよね。そういうことで考えると、私ね、横手に漫画美術館ありますよね、横手の漫画美術館っていうのは私なんかもっともっと売りになるんじゃないかっていう気がするんです。実はね、あれ県とのね、横手市の一緒になって今全面リニューアルで、世界一のね漫画美術館にしよう。ですから漫画のね、その文化をね、そうです、あそこに来たら見れる。例えばその漫画美術館とか漫画のいろんな記念館は全国にいっぱいあるんですけど、多くは一人の漫画家のものなんですね、でも秋田の横手の漫画美術館っていうのは100枚以上なんか原画があるって、そんなとこありませんもの。だからこれは知事ぜひ売りの一つにした方がいいですね。なんか私今またヒント差し上げました、ありがとう。あとね、はい、今ねものすごくね面白いのがあるんです。何ですか。犬。あ、犬、秋田犬。これね、これ笑い話のような本当の話、私タイ行った、タイ、あの台湾、秋田県から来ました。お、秋田県は有名なんだ。秋田県、県間違い、秋田県の方はね知らないの。秋田犬は知ってる、知ってる。ですから今いろんなところでね、あの秋田犬をね、東京の電車の中にもポスターがあず、あれはまたいい写真なんですよね。あと例えば工芸品で、東京で私たちみたいなその女の人たちが欲しくても買えないものが曲げわっぱなんですよ。あれね、今フランスに行って、フランスがね大ブレイク。そんな、東京だってブレイクしてますよ、だから今日本でも良ければちょっと高くても買うっていう方向になってますから、お弁当箱だって安いものはいっぱいあるけれども、曲げわっぱのお弁当箱やおひつだったらちょっと高くても買おうってなる。だから買えないんですね、売れて。飽きた力ありますよね。それあとは私、あのこう綺麗な美事例を並べるんじゃなくて、なんとかお金をね落としてもらうっていうことを考えないといけませんよね。だからあの稼ぎ方もね、あの楽しく、はい、いや楽しくお金を使ってもらう、ね、やっぱりまだまだね、県もね、そういうそのなんていうんですか、その経済とね、マッチングするという、これはまだまだ初歩で、まだまだこれが勉強ねしなきゃなりませんし、それこそね、内田先生のような方からビチビチビチ、ね、でも私本当に
若い人でも地方秋田からいろんな地域に散らばっていった人たちでもふるさと秋田に雇用があれば帰ってきたいと思うんですよ、うんうんうん、だからぜひそこ知事は頑張っていただいて例えば飛行機、ええ、ジェット機ですねあの部品を作る会社が、ね、どんどん増えてるんですよそうするとそこで雇用が生まれますよねこれは、ね、高度な、ね、技術者が必要ですから、うんまあ、そういう意味で、まあ、なかなか、ね、そう簡単にいきませんけども、まああとほら、まあ、秋田の場合教養大とか美大とか、うんうん、非常に外に対して誇れる大学がありますよね、うん、でそこにいい学生がいる、うん、それももっとこ うまく活用利用できますよね我々もね一生懸命頑張るし、まあ、県民の皆さんもね、うんまあ、秋田もね、まあ、自信持ってそうなんですまず一番いつもダメダディでなくてねよーきっとねこんな立派なものがたくさんあるいいところをね宣伝するとそれをもっともっとアピールすべき で、うん、でそれが分かれば私秋田のものをいっぱい買うだろうし、うん、秋田のために動くと思うんですよね、うん、さてこの番組では最後にね、はい、ビジョンをねお伺いして、はいね、今年のビジョンそうですね私は今までお世話になった地域とか育ててくれたところにいろいろお返しを少しずつしたいなと思ってまして、うんで母が秋田で父が盛岡で私大学院は仙台で、うん、もう完全に東北の人間ですからなんか仕事であってもそれからそうじゃなくても東北のために何か力になりたいなと思ってます、うん、私の場合はですねさっき言った通り、はいまあ、県政ですから、はい、いっぱいいろんな分野あります、ただ、やっぱりね女性の活躍、うん、ね秋田の女性はね優秀ですから、この力をねどう生かすか、うん、これがね結構これからのね県政の発展にね、まあ、職場作りも含めて、いろんな面でね、生きると思うんですよ。ですから、まあ、いろんなありますけど特にね女性の働く場所の確保、うん、で楽しく、はい、元気に、でそうしますと男も元気に、そうですね、うん、やっぱりね女性が元気だとね男も元気に、ですからねやっぱりそこら辺がね私の最大のね、今年のまあ発想の転換から来るビジョンですよね、うんまあ、そういうことでいろんな面でまたアドバイス、また私もしょっちゅう秋田に参りますので、マスコミ市場プラス、はいはい、何かあったらいつでもね電話ね佐々木お前何やってる、はい、ということでよろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。さてここで秋田県からお年玉プレゼントのお知らせです。県産枝豆をさやごと漬け込んだ古東の豆っこなどの浅漬け詰め合わせと玄米食専用品種金の息吹を原料とした石孫の金の蔵を抽選でそれぞれ5人の方にプレゼントします。古東の豆っこは新たなお土産品などの発掘を目的に開催している秋田食のチャンピオンシップ2016の金賞受賞商品です。2種類の枝豆、秋田香り御用と秋田ほのかをセットにしていますので食べ比べが楽しめます。石孫の金の蔵は県の6次産業化プロジェクトで開発された商品で、玄米の持つ豊富な栄養と美味しさが味わえる減塩味噌です。野菜スティックやクラッカーと一緒に食べる味噌としてお召し上がりください。応募方法は郵便はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、希望商品と番組へのご意見ご感想を記入の上、郵便番号 010-8570 秋田県広報広聴課新春秋田ビジョンプラスプラスお年玉プレゼント係までご応募ください。1月13日金曜日消印有効です。皆様からのご応募お待ちしています。